お待たせしました、サンフレッチェ広島でございます。あ、参入決定ですか、ありがとうございます。皆さん、ウィーリーグの、正式に、決まったということで、今、岡島チェアから直接お電話がありました。新しい事業、しっかり、茨の道も待っていますが、しっかり奮闘していきましょう。よろしくお願いします。地域の方々と手を取り合って、ここまでやってきたっていう部分が非常に共感できるというか、強く自分自身大事なところだなと思う部分があったので、そういう部分を、自分がやれるのであれば広めていきたいなっていうふうな思いが強かったので、オファーを受ける形になりました。まあ、まずずっと積み上げてきたところね、これからも大事にしていきたいところ、こう磨き、チームとしてレベルアップしながら最後まで諦めずひたむきに、フォアザチームの精神を持って戦い抜くってこと、2つ目がお互いを助け合い自己犠牲を払って戦うのがサンフレッチェ広島のスタイル、凡事徹底的だと。まあ簡単に言うと、当たり前のことを徹底的にやる、ただやるじゃなくて徹底的にやる。2つ目は私利私欲の優先順位の設定は低くしてもらいたいというのが、チームの成長があって、自分自身だったり個々の成長につながる部分がやっぱり大事だねっていうことをみんなで共有して取り組んでいこうと思ったら、そこは大事にしてやっていきたいなと思ってます。今年に関してはゼロからのスタートということもあるから、自分たちの形を共感、共有することから、始めないかなと。で、個人、チームでトライアンドエラーを繰り返しながら、すべて前向きに捉えて、細部にこだわり、2歩、3歩進むんではなくて、半歩ずつね、進んで確実に地を固めながら進む、土台作り、まずは大事かなと、そういう年に、していく。行かないといけないなというふうに思っています。まあ実際来た時にもそういう意気込みというか覚悟を持っていい表情で集まってくれる選手たちばっかりだったんで、ワクワクするというか、ようやくスタート切れるなっていうような思いがどんどん強くなっていくきっかけになる最初のミーティングやったかなというふうに思います。正直まあ、私もちょっと日本から離れたりとか、まあ、2部でやったりとかってしてたんで、知ってる選手が結構少なくて、まあ、ある意味すごい新鮮というか、まあ、ワクワク本当しましたね。どうなっていくんだろうなっていう、はい、まずはやっぱゼロからスタートするチームに自分も携われるっていうのは、まあ、本当どうなるか分かんない状況もありましたけど、それよりもやっぱワクワクの気持ちの方が大きかったので、すごく楽しみでもありましたね。まあ、練習もすごい明るい雰囲気作ることができてたので、まあ、このチームだったらその苦しい時期とかがあってもしっかり乗り切っていけるんじゃないかなっていうふうに思いました。本当に入った当初はもうついていくのに必死というか、慣れない中でだったので、もうただただもうこなしてるというか、本当についていくので精一杯っていう感じでしたね。やっぱ一つ一つの質だったり、その球際だったり、やっぱそういうところでのレベルの差はめちゃくちゃ感じました。
チームがこう、まあ、お互い何も知らないみんな同士だったんで、まずいいところを出し合いたいなっていうのはすごくありました。まあ、そういうところでこのチームのこう強みをどんどん作っていったりとか、出し合える、雰囲気だったりっていうのはしていきたいなと思いましたし、あとはこうなんかこう難しくなった時にやっぱ矢印は自分に向けてほしいなっていうのはあって、うまくいかない時はやっぱこう人にこう矢印向けるっていうよりは、じゃあ自分が何をしなきゃいけないかっていうところにこうチーム全体が雰囲気として持てるようなチームになりたいなとは思ってました。すごい手応えっていうか、ゼロから始まったチームでもこれだけできやることはできるっていうふうには感じれたプレシーズンマッチだったなとは思います。ホームで一番最初に試合があった時には、あ、これだけの人が来てくれるんだっていうふうに感じたので、まあ、この中でサッカーできることはすごい幸せだなっていうふうに思いました。いやもう鳥肌立ちました。やっぱまあ高校時代も応援してくださる方がいたんですけど、自分が知らない人が自分のことを応援してくれてたので、すごいもうその部分ではもっと頑張んないとなって思いました。スタンドを見上げた時に紫の色ですごい染まっていたので、まあ、その最初のパッて見た時もすごいわーすごいと思ったし、あとまあプレー中も手拍子とかですごい後押ししてくれたので、それはすごい力になってました。リーグまでの期間がすごくこう長いっていう中で、これまで経験もしたことのない長さでしたし、まあ、ただ、まあ、それだけこう準備期間というかがあったのは、私たちにとってはもしかしたらプラスだったのかなとも、はい、思ってます。一つ一つが原爆を多くの人々の命を奪ったんだということを示してくれる貴重な資料です。原爆が使われるとどんなことが起こるかを知ってもらい、核兵器のない平和な世界にしないといけないなと思ってもらうために、このように76年前ああいうことがあったっていうことを知って、まあ、改めて私たちがとても幸せな恵まれた環境でサッカーできてるっていうことに感謝しないといけないですし、それを知った上でこれからもサッカーで何を広島の人たちにお届けすることができるかっていうのを、まあ、考える時間になったと思います。開幕に向けて準備はしてきましたけど、まあ、開幕してもずっと積み上げていく部分というのは変わらないので、まあ、ゲームこなしながらリーグを進めながら
でもどんどん高めていく部分というのはやっていかないといけないし、やっていこうと思ってます。もう継続して自分のやるべきことをやっていこうっていう気持ちでいるので、まあ、変に意識はしてないというか、まあ、始まるなっていうワクワク感はありますけど、まあ、とりあえず自分のやるべきことに集中していきたいなって思ってます。まあ、本当に初戦でもあるので難しい試合にはなると思うんですけど、まあ、でも自分たちのサッカーをしっかりやって、自分たちを信じてやっていけば、結果につながると思うので頑張りたいと思います。まあ、私たちというか、まあ、それまで本当に女子サッカーをこうメジャーにしたいって思って、私たちの上の世代の方がずっとやってきてて、まあ、それを私たちも、その思いでずっとやっていて、まあ、たまたまというか私たちがいる時に、まあ、優勝だったりとかっていうのがあっただけで、まあ、女子サッカーって本当にそうやって受け継がれてきたものがやっぱりあって、まあ、それがやっとこうやって今年、形になったという感じだと思います。誰かのために走れるかとか誰かのために戦えるかっていうのは、鍵になるかなと思います。やっぱりどこのチームもやっぱり初戦は硬くなると思いますし、まあ、そういう時にプラスアルファの力っていうのは必ずどっかで必要になってくると思うんで、まあ、苦しい時にどれだけチームのためにできるかっていうのは鍵になるんじゃないかなと思います。ということで絶対勝ちたい気持ちと、まあ、それがしっかり3得点取れて勝てたっていうのは良、まあ、かったですし、まあ、得点のところは本当、まあ、増谷選手が、まあ、多分あれシュートだと思うんですけど、まあ、自分がちょっと触ったことでコース変わりましたし、そこでしっかりゴールにつながったっていうのは良かったかなと思います。
本当に大きかったと思います。やっぱりスタート初戦でこけるわけにはいかなかったですし、本当にこれまでそのゼロから作ってきたクラブと、まあ、応援してくれた方がこう見てる中でというか、まあ、どんな形でもいいから結果が欲しいなって思って臨んだ試合だったんで、まあ、すごいサッカーの内容的にもいいものが出せて、本当にすごいいいスタートが切れたことに、まあ、試合終わった時はほっとしたというか、はい、思いでした。結果が出せなかった中で、まあ、ちょっと迷い始めてたではないですけど、やっぱり他のチームに比べてしまったらこう連携の部分は積み重ねられていなかったので、まあ、その部分のちょっとなんだろう、ズレじゃないですけど、そういうのがちょっと出てしまったかなっていうふうには感じてましたけど、なかなかこう結果、まあ、リーグの中で上位と予想されるような相手とこう試合を重ねて、やっぱり力の差を感じたのと同時に、ただやれないこともないっていうこの歯がゆさというか、結果がやっぱり出ないとなると、どうしたらうまくいくのかな、うまくいくのかなっていうこうところはありましたけど、まあただ監督はこうやることは変えずにというか、スタイルだったりとか求めるものはこう変えずにずっとこう進んできてくれたおかげで、そこに私たちはこう乗っかってというか進んでいける状況だったんで。川島のスルーパス、そして谷口の左足、高い位置で奪った猶本、ダイレクトで菅澤へ、そして菅澤のこの落ち着いた決定力。そして後半アディショナルタイムです。広島西原の決勝ゴール。ああいう劇的な勝ちっていうのが本当にこうチームをなんて言うんだろうな、これまた成長させるというか、階段で言ったらなんか 2,3 段一気に上がるんじゃないかみたいな、まあ、そういう感じがして、でなおかつああやって交代で入った選手が活躍するっていうのは、やっぱりチームにとってもすごくいい意味もあったと思いますし、あの勝ちは忘れられないですね、はい、チームにも大きかったと思います。90分間主力を尽くして戦ったというところでしたが、これも広島チャンスを生かしきれませんでした。このシーンです。見事なフリーキック、アディショナルタイム、はい、言うことなしの素晴らしいコースですね。92分になります。この時間帯で決めることがすごいですね、はい、そしてその数秒後です、アディショナルタイム、ラストチャンス。自分たちの迷いから生まれたミスっていうものが多かったんじゃないかなっていう部分があったので、カバーができずに失点につながってしまったっていうのが、ちょっと結果につなげれなかった要因かなとは思います、まあ、自分自身本当に試合にも出れなくなってしまって、自分自身を 見失ってたというか、自分のプレーがだんだんできなくなっていったり、やっぱ自信もやっぱなくなってきて、正直すごい苦しい時期だったんですけど、やっぱまあ一人じゃないですけど、やっぱ同級生がいないし、初めての生活だったり、まあ、一人暮らしですし、そういうのでやっぱ
打ち明けられないというか溜め込んでしまってなかなか言えない部分があって本当に苦しかったです。でも本当にその、まあ、金さんとか福さんはじめとするもういろんな経験を自分以上に経験を積んできた先輩たちがいたのですごい本当にみんな話聞いてくれてあ自分だけじゃないんだなっていうのはその時に初めて知りました。まあ、本当にうまくいかない中でも本当にこう積み上げてる部分というかいいプレーいい場面っていうのは毎試合作ってくれてたんでこれは本当にそれを続けていけば選手たちと共有して、ブレずにやっていけば少しずつやけど積み上げてやっていきながら成長していけるなっていうふうに感じさせてもらえてたんで、まあ、こっち側としても、まあ、やっぱりそこは今年しっかり腰据えて進めていくべきところかなっていうふうに思いながら進めました。シーズンオフ以外でのそのぐらいの長期はあんまりなかったと思うんですよね、まあ、リーグとリーグの間にカップ戦があったりとかあったので、まあ、こんだけ長いと、まあ、どうやって過ごそうかなっていうふうにはすごい考えました。その中で一番意識したことはありますか？まあ、やっぱり落としすぎないっていう、まあ、自分の年齢的なものも含めて、まあ、落としすぎるとちょっと上げていくのは大変かなっていうふうな感じてたので、まあ、その辺はうまく自分でやろうっていうふうには思ってました。まずは前半5分仙台池尻のシュートこの位置から千葉の得点シーン58分でした。一ノ瀬のこの一つのパスでした。キーパーが出るか出れないかのやっぱりボールでしたから。さあそしてこれが得点シーンになります。浦和ここで受けて清家が行きました。まあそのなかなか勝てない時期っていうのは、まあ、前線の選手としてもやっぱり得点を取らなければいけないっていう、まあ、焦りもありましたし勝ってないことにやっぱりなんだろう苦しんだ時期も本当に多かったですね。まあ、本当金さん福さんを中心に、まあ、このままじゃダメだよねっていう話であったりとかやっぱり金さんがもう本当涙しながら勝ちたいっていう気持ちをぶつけてくれて、まあ、本当自分自身もやっぱり今まで経験豊富な2人に対して頼りすぎてる部分も多かったですし、まあ、そういう思いをさせてしまってるっていうのが本当申し訳ない気持ちもあったので、まあ、こう今のままではやっぱり勝てないよねっていうのは、まあ、すごく、自分自身も反省してましたしいろいろなんか振り返りながらも、どうしたらこう良くなっていくのかなっていうのは常に考えるようになりました。自分が足りないと思ったらやればいいし、いや今はダメだと思ったら自分でやめればいいし、もうちょい自分で何か与えられたものだけじゃなくて自分からもうちょい勝つために上手くなるためにもうちょい自分もうちょい大人になって大人のサッカーをしないといけないし、それが多分チームのプラスアルファに絶対なっていくから、今下向く時じゃないからここの本当空いてる時がチャンス
もう一回この中で競争して全員でこの今のレベルよりもう本当に1段階2段階上げて、もう一回戦いに行こう。で絶対下に行かないよ。 OK、 お疲れ様でした。覚えてます、鮮明に。いや本当に心に響きました。やっぱ自分自身何を今やらないといけないのかっていうのもすごい明確になりましたし、ああもっと頑張らないといけないなって、もうより強くその言葉を聞いて思いました。まあ下を向くことが本当に多くて、それをずっとこう試合引きずったままやってた部分もあったので、まあそこで、まあ、あの言葉っていうのは本当響くものもありましたし、そこでチーム全体が本当にギアがまた上がったかなっていうのは感じます。まあ、実際試合とか練習とかやってる中で、まあ、甘さというか物足りなさというか、なんだろう、厳しさか、厳しさっていうのは足りないなっていうのは、まあ、ずっと持ちながら、まあ、それは本当に勝つための、覚悟というか、まあ、そういうのはやっぱりおそらく今までなでしこリーグでこう強豪とされてたチームだったりっていうところに比べるとやっぱ足りない部分が大きかったと思ったんで、その自分でこのチームを勝たせるとか、勝つことへのもうちょっとこう責任はなんとなくチームがとかじゃなくて、多分一人一人が思わなきゃいけないなっていうところで、多分そういう話をさせてもらって、のと同時に、まあ、やっぱりさっき話したように、まあ、いい面は捨てちゃいけないし、多分別にやれないことないなとは自分多分みんなも思ってたと思うんで、だそれが、全部こう負けたことでなくなっちゃうのもそれも違うなと思ったんで、まあ、その覚悟責任をそのやれる自信、やれてるっていうこう自分たちの感触にこう乗せていくというか、まあ、その責任の土台がないとやっぱ薄っぺらいなっていうのはあったんで、うん、まあ、そこがやっぱりプロのチームとして、まあ、必要。別に今まではそこまで結果を求められているようなことはなかったかもしれないけど、まあ、これからはそれの必要があるっていうのは、伝える責任も自分としては、まあ、そういうところを求められているところはあったと思うんで、多分そうやって伝えたと思います。頑張ります。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ああやってビラを配らせてもらって、まだまだ知られてない現実、興味ある方とない方の現実とか、いろんなこうリアルなところを見ることができて、サッカーのところでやっぱ結果出してお調子いいチームがあるらしいぞっていうのをこう広島の方に知ってもらって、どんどんこう知ってもらう、知ってもらいたいなっていうことを強く感じさせてもらいました。やっぱコロナ禍でなかなかそのファンとファンの方々と交流する機会が少なくて、いろいろ話したりすることができなかったんですけど、その We Action の時に話をすることができて、すごい印象に残ってるのが、その自分たちが勝てなかった試合の中でも、すごいなんか試合見て力もらってるよとか、すごい感動したってすごい言ってくださったので、もっと頑張んないとなって、一緒に勝利を味わって一緒に喜びたいなっていう思いを強く感じました。川島がこのアウトサイドで、はい、最後上野のこの右足、一連の流れがね非常にいいリズムでしたね、はい、本当にねボランチの2人がいい守備からいいスルーパス出ましたよね。柳瀬からのスルーパス、上野です。今日2点目となる上野真実。結果が出てない時期、まあ、自分はディフェンスライン後ろからこうみんなの背中を見てプレーすることができてるんで、
その結果が出てない時期っていうのはやっぱりなんか自信がなさそうだったり迷いがあったりとか、変にこうやんなきゃやんなきゃっていうこう力が入っちゃう感じは後ろから見てて感じてて、で、まあ、相模原戦で勝てたことでそれがすごい吹っ切れたなっていうふうには感じてて、その後の試合からはみんなすごい自分たちのやりたいサッカーを表現しようっていう力強さがすごい変わったなって思います。粘り強く、辛抱強く、全員で泥臭くね、ハードワークするってところを何回も何回もやる。これはどれだけ90分、95分続けられるかどうかが、やっぱり最後、結果につながってくるケース、流れ引き寄せるところに大きく、影響してくるから、やっぱここをみんなでどれだけつながり持って、声かけ合って、励まし合って、勇気持ってやれるかどうかね、そういうところをみんなで表現しましょう。で、まあ、全体のところも賑やかに、今日の試合も行こう、エネルギッシュに、ね、チーム全員でつなぐ、我々らしさ、レジナらしさを出す、見てる人たちの心に響くゲームになるやろうから、ね、そういうゲームともして、またみんなで笑って終わりましょう。OK? 行こう！行こう！自信持って戦いましょう！はい！やっとよかったよかった、長かったけど、あでもね、全部出してくれたかなってここまでやってきたのと、よかった、熱くなりますね、熱くなりますね、一喜一憂しないよって言ってるけど一喜一憂一番してるんですよ。勝ちました。やあ！イエーイ！今のちゃん勝ちました。やっと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 勝てた。でもなかなか勝てなくて悔しい思いみんなしてたと思いますけど、そのあたりはどうでしたか？まあ、でも毎週試合が続いていたので、やっぱり一日一日
練習でしっかりみんなで話し合って改善できた部分は課題があると思うので、やっぱそれが今日の試合につながったと思います。今日もたくさんの方々に足を運んでいただいてありがとうございました。やっとホームで勝利ができたので、これからも全力を目指し、あとこれくらいの人たちが頑張って応援をしてください。よっしゃー、だっ厳しい言葉を言われてもしょうがない状況だったと思うんですけど、それでも温かくこう見守ってもらえたっていうところで、やっとつかめたっていうところでは本当に大きい意味があったと思いますし、チームとしてもホームで勝つ味を占めたなっていうかまた勝ちたい、またやりたいっていうのも知れたんで、そこは本当にこうホームで勝つ意味は大きな意味を持たせてもらっているファミリーの皆さんが持たせてもらってるなっていう、はい、感覚を得ました。ほんまに僕らも優勝したかのように撮影しましたね。いや本当そうですよね。ただの一生だぞっていう言われちゃうかもしれないですけど、はい、でもそれでも格別でしたね。さらに26分、水野選手から水野クロス、田中美奈落として左足、早々にアイナックが広島から3点をもぎ取りました、はい。試合展開的に先にトントンって入れられちゃって、これまでのチームだと多分崩れてたと思うんですよ。追いつこうとする姿勢がこれまでとはもう全然違ったなというか、多分アイナックはやられたなっていう感覚で、こう向こうは終わってというか、結果はあれでしたけど、与えるダメージは大きかったと思います。あそこまでの後半追い上げられたっていう流れがあったから、次の次節2戦目の勝利につながったんじゃないかなと思います。以上です。
やった、やった、めっちゃ速い、よかった、詰ましてる。この間負けてしまったので、今日はリベンジしようっていう気持ちでみんなで戦えたので良かったです。あと負けて悔しかったと思うんですけど、どんな意識でプレーしましたか？とにかく戦おうと思いました。さんがハーフタイムにかけてくださる、毎回毎回そのかけてくださる言葉で、やっぱ前半と後半じゃ全然自分たちの入りが違ってきますし、まあそれが前半からできてたらよりいいんですけど、まあでもそういう言葉をかけてくださって、みんながまあ後半そのまあ球際の部分で負けないようにっていう意識を持てば、あんぐらいのいい試合ができるので、相手も外の思いで来るはず、普通なら思い通りにいかへんかったら相手ペースになったりっていう時間帯、そこは想定しておく。ただやること変わる、そういう状況の時はしっかりじれずに我慢しておくから、そこをぶれずに行くとこははっきり言ってやる、okay? みんなで、いい形で気に進めながら3点目、4点目、5点目トリックやろう、OK? 行こう。ポジションが変わったことで本当、前向きなプレーも増えましたし、フォワードの、好みが、すごく、裏の抜け出しだったりとか、ボールを引き出す力っていうのはもう常にずっと動いてくれてて、その分やっぱり自分のスペースができたりとか、相手を引きつけてくれることによって自分が、空いてきたりしてたので、自分が得点は取ってるんですけど、本当なんかつながってみんなで取ってる得点かなっていうのは感じます。今シーズン、たくさんの応援ありがとうございました。サンフレッチェ広島レジーナという、新しいチームにこれだけの多くの方が、応援してくれたことに、すごく、嬉しく思っています。ここにいるメンバー、選手、スタッフ、クラブ、運営スタッフ、すべての人が、オリジナルメンバーとして、全力を尽くしてきました。そしてここに、足を運んでくださった皆様、画面から応援してくださった皆様、すべての方が、レジーナのオリジナルメンバーの一員だと思っています。この先
もっともっと成長して皆さんの誇りになっていけるような、もっともっと応援したくなるようなチームを目指してこれからも頑張っていきますので、引き続き応援ありがとうございました。間違えた、応援ありがとう、引き続き応援よろしくお願いします。最後に、広島に来ることができて本当に良かったと思ってます。広島がホームになりました。本当に応援ありがとうございました。今日もたくさんの方がスタジアムに足を運んで、選手たちの背中を押してくれました。ありがとうございます。そして今シーズンサンフレッチェ広島レジーナに多大なるご支援、ご声援を5000円で支えてくださったスポンサーの皆様、地域の皆様、本当に感謝申し上げます。サンフレッチェ広島レジーナでサッカーがしたい、プレーがしたいと熱い思いを持って集まってくれた選手、スタッフでゼロからのスタートとなりました。毎日のトレーニング、試合を通じて本当にたくさんのエラーと悔しい思いを経験しながら、それでも選手たちは非常に常に前向きで、ぶれずにレジーナはこういうサッカーをしていくんだと信じて、本当に成長してくれたと思います。まずは自分たちがサッカーを楽しむ、そして見ている方にもう一回見に行こう、また応援行ってやろうかと思っていただけるようなプレー、姿勢を示し続ける、心に響く試合をし続けようと選手たちと共有しながら進んできましたが、選手たちは本当にそこをぶれずに示し続けてくれたんじゃないかと思っております。本当に素晴らしい選手たちだと思ってます。そしてそんな彼女たちを寝る間を惜しんで休みを返上して支えてくれたコーチングスタッフ、マネージャー、トレーナー、クラブの働きがあって我々は前進することができたと思います。来シーズン、今シーズンの戦いをベースにさらに高みを目指して、すべての面で今年よりさらにレベルアップした成長した姿を皆さんと共有していきたいと思っております。引き続き熱いご支援、ご声援の方よろしくお願いします。今シーズン本当にありがとうございました。皆さんこんにちは。本日は多くの皆さんにご来場いただきまして誠にありがとうございます。そして日頃からご支援ご声援を賜っております、株主の皆様、パートナーの皆様、そして日頃から応援いただいております皆様、本当に感謝申し上げます。レジーナは皆さんご存知の通りゼロからのスタートのチームとなっております。みんなが苦楽を共にし、いろんなことを積み上げながら今ここまで走り切ってきました。選手たち、監督、スタッフをぜひ褒めてあげてください。そしてこのチームが初代のメンバーとなります。このメンバーが積み上げたものが礎となって今後積み上げていくことになります。そして
来季はもっともっとこのチームは良くなりますし強くなると思っております。最後になりました、皆さん本当に今日は素晴らしい雰囲気を作っていただきまして本当に感謝しております。来季もまた秋頃からスタートしますが皆さんの変わらぬご支援ご声援を賜りますよう何卒よろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございます。勝てなかった時期にやっぱり厳しい声もあったからこそ、自分はそこにちゃんと向き合うこともできましたし、絶対決めるっていう意識の中でプレーしたことがやっぱり結果につながったかなと思います。後半戦は自分自身試合に絡める時間が多かったのでその部分ではすごい自信につながりましたし、その球際の部分だったり中盤でのセカンドの競り合いだったりそういう部分でもしっかり戦えるようになってきたのでそういう部分ではすごい自信になりましたね。やっぱりその力強さっていうのが増しましたし、その苦しい時期を乗り越えたからこその強さっていうのもあると思うのでそこは、来季につなげたいなと思います。やっぱりやれることばっかりじゃなくてたくさんエラーしましたしたくさん悔しい思いだったり痛い思い経験しながらリーグ戦進めてきたんで本当にいろんな考え方っていうのも共有することできましたし戦い方の幅っていうのは本当に広げてくれたと思うしその辺のたくましさっていうのは本当に強く感じさせてもらいましたね。自信がついた勢いっていうのは多分どこのチームよりあったんじゃないかなって、思ってます。いや最高ですよね。こんなチームになるならないでしょ普通。こんな最高だって言えるチームになれたことがなんか良かったなっていうか、こんな自信持って最高だって言えるチームってなかなかないんで、いやパーフェクトな、結果がちょっとあれですけどチームを作るとなったら本当いいチームで、ちょっとパーフェクトは言い過ぎかなだけど自信持っていいチームができたっていうのは胸張って言えます。